おうちでもビヨンズ学校。ビヨンズの小林ほのかです。おうちでもビヨンズ学校。今回はお楽しみ授業。私の好きな曲はブラームスのチェロソナタとクラリネットソナタなのですが、私はピアノ以外の楽器は弾けないので、今回はこの鍵盤ハーモニカを使ってソロパートを吹いて一人アンサンブルしていきたいと思います。その練習風景をご覧ください。